べた？変なホテル西心斎橋では、野菜料理を中心としたビュッフェ形式の朝ごはんが食べられるよ。盛り付けがとっても綺麗で、写真映えするってスタッフさんが言ってたよ。予約なしでも食べられるから、直接1階のレストランに行ってみてね。